前回はですね、とにかく膝を伸ばしましょうっていうお話をさせていただいたと思うんですけど、はい、膝の老化が進んでしまうとですね、今度は第二段階としてですね、今度は曲げづらくなってくるんです。曲げにくくなると皆さん慌てて正座ができないとかなってきて、病院に来られることが初めてそこで気づくことが多いんですけどもね。膝がですね、正常にしっかり曲がるかどうかのチェックテストがございますので、じゃあですね、これ膝をゆっくり曲げて、お尻のところまでかかとがつくかどうか、つきますね。これはきちっと正常に曲がってるっていうことです。けいちゃんは大丈夫ということです。で、そうじゃない方の例をお願いします。で、これをゆっくり曲げていって、やっぱりこうかかとがこう少し距離が空いてしまうとかですね、そういう方はやっぱりきちっと正常に膝が曲がりきれてないということなので、ぜひ、この体操ですね、これからの体操をちょっとやってください。はい。で今回はですね、実はちょっと入浴しながら膝を曲げ伸ばしする体操をご紹介したいと思っているんですけども、けいちゃんはお風呂しっかり入られます？撮影の前とかだとしっかり湯船浸かります。毎日使っていただくと非常にいろんな意味でいいんですね。関節にとって冷えっていうのが一番大敵なんですね、はい、お風呂の中でやるっていうのは、ね、2つメリットがあって、うんうん、1つはですね、筋肉とかそういったものは血流も良くなって、うん、柔らかくなる、うん、普段こう曲がりづらい関節が曲がりやすくなってくる、うん、もう1つはね、痛みが消えるんですね。やっぱりね、どういったものでも痛みは基本的に温めた方感じなくなってくるんで、ぜひね、温めてほしいと思って、そして、はい、10分間使っていただいた後に体操ってやっていただけるとすごくいいと思います、うんうん、それではですね、ケイちゃん、ちょっと入浴してるつもりで、はい、いっぱい男性の方も見てますやっていただければと思います、はい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 、ではちょっとお風呂入ってきます、はい、皆さんは私が入ってると思ってぜひ見てください。それではやってみます、今お風呂に浸かっていると考えてください、そして、お風呂で10分間ほど体をよく温めてから実践してみてください。まず、足を開きまして、膝のお皿の上ら辺を真下に向かって押します。で、2、3回程度で引退です。この今でも十分気持ちいいですが、お風呂に入って体が温まった後だとさらに気持ちよさそうです。今度は浴槽の中で座ってチャレンジしてみたいと思います。お風呂がないので想像しにくいんですが、1分ほどチャレンジしてみてください。コツはちょっとしんどくても耐えることみたいです。しっかり体が温まった状態だとすごい気持ちよく感じると思います。この体操のポイントはですね、しっかり最大限グッとこう膝を伸ばすこと、と最大限に曲げることなんですね。昔の方が膝の痛みが少なかったっていう統計もあるんですね。それはなぜかっていうと、正座を毎日ちゃんとしてた、あとはリモコンを使ってなかった、式トイレもあったっていうことで、膝をしっかり曲げることの定着する習慣性があったんですね。現代人の人は膝を正座はほぼしなくなってる、うちの患者さんでも1割高齢者の方入れても1割いらっしゃらない気がします、生活の中でですね、お坊さんみたいに長く座ることは正座あんまり良くないんですけど、短時間だったらすごく有効なんです。中でもお風呂っていうのは一番しやすいはずなんで、1日1度でもですね、我慢ちょっと限界を超えていくとですね、お尻とですね、かかとがくっつきますんで、ぜひですね、諦めずにですね、はい、やっていただくっていうことが正常可動域っていうんですけども、膝の正常可動域を保つことで痛みが結果的になくなることにつながります。ぜひ実践していただきたいと思います。くれぐれも浴槽で滑らないようにだけ行ってください。そうですね。
それではまた次回お会いしましょう。